パーク、そしてシステム行われております。まあ、デッドバイデイライトがもう2になったようなもんですよ。デッドバイデイライト2、ダサいねタイトルがダサいねこれ、うん。まあ、そのぐらいね、ちょっとターニングポイントというか、この DVD においてターニングポイントになっているということです。で、今回のパーク構成、私、持ってきているんですけども、あの唯一の生存者というパーク、皆さんご存知でしょうか。これってですね、昔は、最後の一人に残るとこのオーラの見える距離っていうのがね、こうどん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 減っていく、バベチーとかにね移りづらくなっていくわけですよね。そういった、まあ、効果があるわけ、大まかに。でもこれに加えて新しい能力が追加されました。まあ、何なのかというとですね、発電機、最後の一人になった時ですよ、最後の一人になった時に発電機の修理速度が 75% アップする。そしてですね、ゲートを開ける速さが 50% 上昇ということはですよ、まあ、最後の一人になったら発電機ガンガン回せんじゃないかというのも、まあ、あるとは思うんですけど、私はねそんなに現実は甘くないかなと。だったらゲート戦で勝ちに行こうと、いうことで、今回はなるべく隠密して最後の一人に生き残りたい。そしてね、この唯一の生存者で 50% 早くゲート開けるんですけども、目を覚ませというバグ、皆さんご存知でしょうか。あまり疲れないからね、この左のやつね、この目の枠、この目を覚ませ、クエンティン・スミスのパークなんですけども、なんとこれ、ゲートを開ける速度 25% アップします。ということはですよ、結果 75% アップです。で、私、逆境魂を持ってきてるんで、もし怪我してる状態だった場合、プラス 9%。75% に 9% プラスされて、84% のっていうか、トラッパーだ。風天トラさんじゃない。75% プラス 9% で、84% の速さで、プラス。はい、プラス 84% の速さで、ゲートを開けれるということならばですよ。結構ゲートとゲートが近かったとしても、通電した直後にもうぶん回るんでしょ。通電した直後にもう発電機じゃないゲートを下げちまえば、もう一気に脱出できるんじゃないかと私は思います。なので、今回、おダウン泣いちゃうございました。なので今回、味方の生存者の方々、いつ死んでもらっても構わないです。いつ死んでもらっても構わない。すまん。そして新システムのデッドハードも持ってきています。あ、ちょっと待って。自殺しようとしてる。あら。いいだろ、望むところだ。私のボイチャ聞いてた、もしや。そんなバカな。いや、これもう全滅する確率高くなりましたね。いや、私だけでも生き残るぞこれは。いや、むしろ見えてきた私の未来が、何百万回何千万回とシミュレーションした中のたった一つの生き残る方法、まるでアベンジャーズでドクター・ストレンジがアイアンマンに指さしたように、いきます。死んだね、よし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 、いいでしょう。もう味方の生存者が死んでもよしよしと言えるほど、今回このパーク楽しみです。一回も実はやったことないです。唯一の生存者、1トークンゲットしました。こうすることによってね、徐々に、オーラ可視化能力を持ったものが狭まっていきますね。だからナスコとかもそうですよね。ナースコールとかでも見れる範囲がね、どんどん狭くなる、キラーのね。これさっき閉じてた。これ30秒に1回トラバサミ開くやつだ。
いやらしいもの持ってるじゃないか。この PTB はですね、あそこにジルちゃんがいる。 PTB は実装されるのはですね、皆さんのところに実装されるのはもうちょい先です。ないかないか。いや、あるかもしれない、あるかもしれない。ないね。ここの草にもあるときあるんだよ。ないね。よしよしよし。トラッパ怖え。あららららら、ら、まずいね。いや、私だけでも生き残る、私だけでも生き残る、頼む。この動画を撮るために私何回もこれにチャレンジしている。 PTB はもう生存者が遊び出すんで、なかなか生き残れないのよ。だからもう唯一の生存者つけて、もう最後の一人になってもう逃げりゃいいじゃないって、もうね、吹っ切れたね。近いか。あ、追われてんのかこれ。オッケー。よし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 。なんかバブチリっぽい感じがしたけど、気のせいかな。まだあるかな。ありそう、ここら辺ありそう。あ、これだわ。これ開くね、間違いなく。バベチリだったらこっちにすぐ向かってくるよ。あ、バベチリか、バベチリなのか。トラップを取り来ただけかな。ちょっと助け行きましょうか。こっち側から出よう。草むらをできるだけ下げていこう。やばい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 。あ、ちょっと待って。あ、いや、まあ、助け行くか。いや、ここのね、なんか今んとこ結構仕掛けられてること多いんだよな。あ、よいしょ、気をつけてね。ロッカー入っとこうかな。これあれ見つかっちゃいそうだね。こっち来てる、こっち来てる。何、いや、やばい、これロッカー開けるかな。戻ってきたら出る、これは。いや、勘のいいトラさんじゃねえか。あれ、これだに、いやいや、デッハを出そうとしたら、いや、デッハ出たんだけど、今回のデッハは加速しないんで、足引きずってるよ、トラちゃん。風天のトラちゃんが左足捻挫してるじゃないの。大丈夫かい。やっちゃったね。あ、ナイス発電。あれ、これワンチャンいけるかもしれない。普通に通電もしかするとどうだろう。いやトラッパーのこうはな、昔はね、デッドハードの加速で、まあ、逃げることができてたわけですよね。で、これはもう今は加速する、この前方方向に一定時間無敵になりながら加速するっていうのがなくなったので、それができません。ありがとう。はい、今ボルタイ出てるよね。迅速効果も出てます。これ5秒間出てます。これがですね、まあ標準でもうボルタイがつくようになってます。うん、まあなのでね、結構キラーはトンネルキャンプが結構きついっていう状態ですね。近いの、近くまで来てる。あ、追われてんのか。ちょっと発電機やろうか。これそこの発電機やりますか。ま、あ、ここ、ここ、あ、いや、これワンチャン、今罠なかった、気のせいか。ワンチャンいけるかもしれない、これ。頑張ろう頑張ろう。いや、ちょっと待って、あの子死ぬな。あれ、これでレオンがもし負傷したら、ちょっと、もう、一旦退避し、こっち来るかな、バベチリかな。一回ちょっと離れとこう。さあ、見てください。二人目死んだんで、唯一の生存者、トークン2になってます。まあ、このトークンはさておき、ゲート戦なのよ。どうしよう、これ。脱出だけを
脱出だけを私は目指している。まるで映画キューブだよ。キューブ大好きだったな。映画日本でもリメイクされたらしいけどね。ある日目覚めたら四角い部屋の中に入ってて、まずい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 、一回バベチー対策しよう。そしてその四角い部屋に入ってたらね、ちょっと待って、いや この後もし閉められたら、すぐ閉められたらゲート開けた方がいい。来るかな、こっちバベチーで来るかな。よし、いつでも来い、いつでも来い、いつでも来い。見せてやる唯一の生存者と目を覚ませのコンボ。75%アップ。さあ来い、さあ来い。さあ来るんだ、さあ来るんだ。あれ？自分で罠にかかってる？どういうことだ？もしかして、非常口見つけたけど、そこに罠を仕掛けてる？ちょっと待って、ちょっと待って。どうしよう。カラス飛ぶの嫌だな。なんか来ないね。あ、ちょ、え、嘘。来んの？マジで？どこ？あぶな。あぶな。怖えな。やるじゃねえな。あの先にゲートあったらもう、ゲートあったら来い！いつでも来い、ガンマチ。ガンマチノブちゃん。ガンマチ出待ちノブちゃん。来るか、来るか、来るか。来るのか来ないのかい。ちょっと待って、やべえなこれマジで。え、ダメ、見つけきれない。トラちゃん、風天のトラちゃん、やばいのかな。75%見せたいの、ね、よっしゃ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 、早い。何これ、ちょっと見て、ほらほらほら、いやもう一瞬一瞬一瞬ではないな。いやこれはすごい、これはすごい、これはすごいよ。やったやった、成功した。これはね、ゲート戦にちょっと未来あるね。でもこの2つを積んでいくってことはもう味方を信用してないってことだからね。はい、そんなこんなでね、よかったら8日の方どうぞよろしくお願いします。いろいろ検証動画あげたいと思います。それでは皆さんの良きゲームライフの方に乗っております。ベルクロでございました。お疲れ様です。この曲